キオフィー S のセイダー、このおしゃれなカフェに来ているんですけどね、これ見てください。めちゃくちゃおしゃれなんですけれども、今大輝、ターボ、恭平、ノリ4人一緒に渋谷に来てるんですけれども、今日はお店に協力をしていただきまして、壮大なドッキリを仕掛けていきたいと思います。こちら僕が調べためちゃくちゃ高級なコーヒー店といって、有名なコーヒーを出してもらって、そしたらコーヒーではなく中身がポン酢というドッキリでございます。まさかね、店からそんなもん出てくるなんてもう1ミリも疑わないので、新たなね ST の壮大なドッキリが見せられると思います。今回協力していただきましたジャンクカフェ東京さんの誰かさんです。あずまです。あずまさん、ありがとうございます。今日は本当にコーヒーと見せかけてポン酢をぶちかけていきましょう。わかりました。はい、ということで来ました。これがお店から出てくる二世コーヒーでございます。もうコーヒーや、僕も味見しないといけない立場なので味見させていただきます。これやばっす。え、やばいやつだ。店員さんと僕でグビッといかせていただきたいと思います。それではドッキリを楽しみに。3日前ぐらいに調べたところ、日本で一番高級なカフェがここなんです。ここのカフェがもう1杯1800円。え、高っ。高っ。早速ではまずターボーさんと京平さんから。別々で行こう。いや、もう高級すぎていっぱい入れる感じじゃないですか。あー、なるほどね。行きましょう。はい、なんか緊張すんだけど。こんにちは。失礼します。おー、かっこいい。こちらでございます。やっぱ豆とかこだわりあるんですか。やっぱりそうですね、一応ドリップとか。あ、ドリップ。ほら、ドリップ。ドリップね、美味しい兆候ですから。やばい、美味しい。ドリップは美味しい。失礼します。おお、もう色でわかるね。まだ触っちゃダメだよ。ガチガチだから。で、これ店長さんこだわりがあるんで。おお、聞きたい。一杯目は匂いっていうよりは味がインパクト。ああ、じゃあ結構まずは一気に味を楽しもうか。うわ、いただきます。うまいと思うよ。やっぱ違うんだね。いや、苦さとかもあんまりない感じだね。いや、苦いは苦いけど、うん、全然どこでもいい。やっぱ違うんだね、爽やかさはね。爽やか。日本一は苦さも超越するんですね。味わう一滴はもうそのまま流し込む。流し込む。もう喉越しがすごい。おー、じゃあ、お二人ぜひやっていただいて。じゃあ、いただきますね。歌ってみましょう。いただきます。次元違うというか、こういう感じなんですね。ちょっと待って、グリッ、喉越し行った方がいい。失礼、ちょっともう一口。もうちょっと、もう一口。もう一口。もうすぐ。なんか美味しいんですけど、なんかバルトミコスみたいな。なんか酸味がちょっと強い。酸味がちょっとなんか酸っぱいっていう。ちょっとなんかコーヒーっていう次元超えてますね。これが1800円の味っていうか。そうですね、わかりますね。すっごい、でもこれすっごい。あれだよ、ソース、高級ソースみたいな。そうです、失礼失礼。喉越しはめちゃめちゃすっきりしてます。気持ちよかったです、喉越し。やっぱ喉で出しちゃうんで。気持ちいいわけねえだろ。気持ちよかった。ドッキリだバカ野郎。だろうな。キモ、マジでキモ。やばい、全部飲みましたよこいつら。じゃあ俺なんかもう失礼だと思って。まさか店から2人で出てくるわけないと思わないじゃん。そう、俺だから気使ってめちゃくちゃ。よく言うじゃん、もう本当に高級になっててマジで次元違うって言うじゃん。そうそうそう、やばいだから。マジでやばいっすよ。次、あの2人ダーツをさりげなくやって、ダーツやってる時にお兄さんさりげなくコーヒー持っていきます。おお、ダーツの休憩飲みます。ああ、これです。ああ、まあゆっくりしてって。なんで調子乗ってんの。ダーツもやっていい。ええー、ダーツサブチャネットローカー。あ、なるほど、いいです。おっしゃ、来た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 。こぼさないで、もう超高いから。どこ狙ってんですか。真ん中に当てちゃどこ狙ってんだよ。ここは今そんなに行かなくて。どこ狙ってんですか。うるせえノリ。え、ダーツで真ん中を狙って。うるせえ。これ飲むとき、うん、あ、何でしたっけ、最初のインパクトがすごいんですか。そうですね、最初グーッと一回行って、その後にまあシロップだったりとか
そういうのちょっと入れたければ、あとは好みで。グビッといっちゃおう。いただきます。グビッと。え、どこで全部どんなに書くと全部すぐ、ほら、熱いやつ、マスクの熱いやつ。のお店からポン酢が出てくるときでした。ノーマークでしょ。ノーマーク、全然ノーマーク出るわけがない。しかも俺らカウンターでさ、もう目の前にそのオーナーさんがいるから、できないよ。このスケールのデカさ、それが新しい AST スタジオ。 AST スタジオどうしたね。クッソデクッソ。俺歩いて許さない。俺歩いて許さない。あ、許さないからな。何してんすか。お酢すか。これ入れたお酢です。お酢です。面白かったらぜひ高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。そして協力してくださいましたジャンクカフェ東京、来てみてください。はい、それでは次の動画でましょう。マイカフェシャーティー。はいです。おしゃれじゃないな顔が。じゃあね。おーおーおー